最後の勝負よ、リョーナちゃん、リョービちゃん。来たのね。忍び学生としては失格だと思うけど、姉さんはっきり言うね、リョービは妖魔も神楽もどうでもいいの。あら、姉さんに勝ちたい。ずいぶんと小さい願いなのね。小さいとか大きいとか料理には関係ないの。小さい胸でも。料理ちゃん、なんか話がずれてる。勝手に突っ込むなバカ犬。料理は何をやってもすごい姉さんに反だから。言っちゃったんだ。でも今の料理は違う。そっぽを向いて反抗なんてしない。忍びの誇りはいつでも高く持っているけど、だから劉備は姉さん勝つ。そして姉さんを。劉備ちゃん素敵。本当に立派になったわね。劉備ちゃんの気持ち、お姉ちゃんとても嬉しい。でも嬉しいからこそ返り討ちにしなくちゃね。病気お姉ちゃんはいつでも強く、どこでもたおやかに忍びの道を貫き通しますよ。さあ全力の本気でかかってきなさい。
ふざけないでよ。え、
さんこそ今のが分かるよ。それぐらい姉さんが本気か本気、手加減して戦っておいて、姉さんこ戦うんだったら殺す気で来い。それで死んだってほ、そうね。お姉ちゃんが本気じゃないのに、あなたたちに本気で来な、分かったわ。勝負はやり直し、今度は殺す気。あ、自分で分かる。これが本気な本気じゃ。今さらどれかしても許さんからな。よくできたんじゃないかしら。お姉ちゃんの後を子犬みたいに、ああ成長したんだな。大人だから、リョウビちゃんとリョウナちゃんも忍びになったら、そうしたらまたきっとリョウビちゃんと仲良くできるって思って、でもお姉ちゃんは死んじゃったからね。謝るのはごめんね。これで言いたいことは終わり。さあ再開しましょう。リョーナ、死ぬ気で気合い、わかった、ほんと気合い、このバカ犬のメス豚、わおわおわお、ブヒブヒブヒ、妹だろうが親だろうが、私の目の前に立つやつはのってめちゃりょうぶ、悪の誇りを舞い掲げるわ。
人の成長をしっかりと肌で感じられた。リョウキ、よくみんなの壁になってくれた。心さゆり様。うん、リョウキさんは本当強い。アスカさん、目を覚ました。リョウキさんは壁じゃなくて盾でした。だって忍びにとって必要な力、刀と盾。うん、それではこれにて忍びの盆踊りはしまいと。いや、リョウキとの最終戦では私たちは何もしていない。なるほど、では優勝した褒美カグラに。待って、リョウビは姉さんに先に負けてるから。ヨウマと戦うことが任務になったら命を懸けて戦うから。悪人の誇りにかけて。そうか、私たちはカグラへの道を諦めたわけじゃないぞ。サユリ、早く体調を元に戻しておけ。元の世界に戻ったらもう一度挑戦しに行くからな。そしてホムラちゃん、また私を引き合い？ばっちゃん、私もカグラになりたいんだからね。早く元気になってまた相手をしてよ。ああ、いいじゃろ。二人ともいつでも来るといい。私たちも忍びとして成長し、必ず神楽となってみせます。それでは三神楽三姉妹、終わりの儀式の準備じゃ。リョウビちゃん、リョウナちゃん、お姉ちゃんは世界で一番幸せ。リョウビたちも世界で一番幸せな妹だったよ。リョウナちゃんも絶対そう思う。ありがとう、お姉ちゃん。リョウビちゃん、リョウナちゃん、ありがとう。さようなら。永遠に大好きよ。あれ？ばっちゃん、忍びの盆踊りは終わったんだよね。それなのに、なんで元の世…当たり前じゃ。まだまだ神楽千年祭は終わらんよ。え？忍びの盆踊りで誰も優勝しとらんじゃないか。まあ、確かにそうだな。というわけで第2回ドキ忍びだらけ。え？冗談じゃ冗談。要は忍びの盆踊りの…それは望むところだが、サユリ、お前の具合…私のことなら心配無用じゃ。スタミ…よかろう。ならば今度こそ誰が一番強いか決めようじゃない。決める？確かめるの間違いじゃないのか。私が最強ってことを。よし、私も頑張るからね。ユミちゃんどうしたの？急に笑い出して…いえ、皆さんたちとの暑い夏がまだ続くかと思うと、なんだか楽しくなってきて。楽しい？まあそう言われてみれば。当然だ、真剣勝負は楽しいに決まってる。さあ、矢倉はどこだ？矢倉を持ってこい。
ユミちゃんの言う通りだね。と、はい。忍びの定めは死の定め。影に生まれて影に散る。忍びの定めは死の定め。それでも少女たちは忍びの道をひた走る。片道切符の運命と知ってはいても止まることなどありはしない。戦って泣き、戦って笑う、戦って怒り、戦って悲しむ。それが少女たちの青春である。鮮烈で寂しく孤独で熱い。自分のためでなく誰かのために命を懸ける。だから忍びの命は儚い。それは虫けらのような路上の屍。だから忍びの命は報われない。それは誰も知らない名もなき花。ゆえに輝く一瞬の命、それが戦乱神楽なり。Thank you.
永遠に忘れることができない奇跡のような8日間の終わりでした。
ざ思いついちゃった。えぐい技思いついちゃった。おかえり。これにいたしましょう。皆の物語でございます。ココの物語でございます。正義の舞披露いたしましょう。いってらっしゃい。もし忍びの道を極めたら、その次に素敵なお嫁さん。ですが、素敵なお嫁さんになるにはどうすればいいのでしょうか。とはいえ、プリプリ言ってるだけでは素敵なお嫁さんにはなれませんよね。でも具体的に何をすればいいかが分かりません。わからないのならいろいろな人に聞くしかありませんね。そのカードで止める気ですか。リオナさん、素敵なお嫁さんに必要なものは何だと思いますか。そんなの簡単だよ、ユミちゃん。ご存知でしたか。お願いします。ぜひ教えてください。いいよ、教えてあげる。それじゃあリオナちゃんのお尻をバシバシビシビシ叩いて。邪魔をするのは打ち果たします。せっ、そこに許しません。逃がしません。はっ、し、せっ、お別れ許しません。せっ、し、逆の体が熱い。許しません。はい、せっ、暗い許しません。ミラクルエースに甘く見ていました。滅びなさい。体が黒くよし、はい、邪魔をするなら打ち果たします。くらいなさい。
許しません。さあ、お別れですね。ご説明。邪魔をするなら打ち明かします。リョーマ、圧の誇りを舞い掲げちゃう。いざ鎮魂の夢に舞い散れ。素敵なお嫁さんになるためにはね。はい、絶対素敵な鳴き声が必要だと思うの。決着。リョービちゃん、ごめんね。素敵なお嫁さんへの道は予想以上に厳しいみたいですね。私が正義です。最高評価をいただき、恐悦至極に存じます。成長を続けましょう。一歩ずつ着実に。ユミ、鎮魂の夢に沈みましょう。その程度で止める気ですか。ヒカゲさん、夜桜さん、素敵なお嫁さんに必要なものは何だと思いますか。それはもちろん肝っ玉じゃ。肝っ玉のない女子では素敵なお嫁さんにはなれん。肝っ玉、それはどうすれば手に入るのでしょうか。度胸をつけるには戦闘が一番。相手になりますよ、ユミ。これはどうですか。ありがとう。気にしてる。セーフ。愚か者、召します。様子見。はいはい。はい。そんなものでは止まりません。光る舞順です。夜桜、鎮魂の夢に沈みましょう。いざ鎮魂の夢に舞い散れ。どんな問題にも動じない心、それこそが素敵なお嫁さんに必要なんじゃ。確かにそうかもしれません。大切な人を支えられる力は大事ですからね。肝っ玉を太くすればユミも必ず素敵なお嫁さんになれると思いますよ。では私は肝っ玉を育てることにします。せやけど肝っ玉って言われるとおよつ。お嫁さんというより母ちゃんと響の方が似合ってる気がするで。ここまで邪魔。肝っ玉をつけると母ちゃんと呼ばれてしまうのですか。そうやで、ユミ母ちゃん。あかんって。技あり。母ちゃん表現者。おしまいや。ちゃんと呼ばれるのはまだ早い気がします。目的は完遂しました。最高評価をいただき、恐悦至極。また一つ絶対正義の力、新たな舞をひらめきました。 What?